ハイトネ Q デザインハイトーンは、日本タバコ産業が沖縄県向けに製造、販売していた紙巻きタバコの銘柄である。フィルター付き。沖縄返還時に、9000倍公社が引き継ぎ、民営化後も JT が販売継続した3ブランドのうち、唯一比較的良質なタバコの葉を使用するため、税法上の旧3級品とはなっていなかった。しかし、 それでも日本本土の一般的なブランドよりは安価であった。2011年に製造を終了した。1952年頃から沖縄での紙巻きタバコ現地生産を起とした香港のイギリス系資本が当初先発の琉球タバコ社との提携を図るもとんざ沖縄県内の商社と提携して1953年に琉球香港タバコ株式会社を設立した。 翌1954年4月から原料用を香港から輸送して沖縄本島富城区村でのタバコ現地生産を開始したが売れ行きは不調で同年10月には早々に会社解散に至った琉球香港タバコの工場施設は琉球銀行の管理下に入ったが1956年その工場設備を引き継いで オリエンタルタバコが設立され紙巻きタバコ生産に再参入。同社は琉球タバコに次ぐ沖縄タバコ業界の2番手メーカーとなった。ハイトーンはオリエンタルタバコから1964年に発売された銘柄で在来銘柄に比べて軽い水味を特徴とする。1972年の沖縄返還によるタバコ専売化によって銘柄は オリエンタルタバコから9000倍公社に引き継がれたが、以降も沖縄県専用銘柄として存続した。なおオリエンタルのタバコ銘柄で1000倍公社に引き継がれたものとしては他に論があったが、1978年に製造を終了している。ハイトーンの販売は長く存続。パッケージも後年、健康への警告表示が強化されたのに、伴いアレンジが加えられたが、 基本的に変換当時のままであった。風刊紙デザインはハイライトと沖縄限定のバイオレットの2銘柄と共有していた。2011年5月12日、東北地方太平洋沖地震の影響による生産体制の見直しにより、販売量が少ないことを理由に生産打ち切りとなった。発売年月日は9千倍校舎としての発売日、国内タバコ事業における 製品供給の状況について廃止銘柄一覧。ありがとうございます。